地落系電気とは、電路のケーブルや、機器の絶縁が劣化、または絶縁破壊され、電路と大地間が接触して起こる、地落事故を検出する機器である。地落は、一般的には漏電と呼ばれている。方向性、無方向性があり、場合によって使い分けられる。身近な例としては、一般家庭用1 0 0 2 0 0ト回路に取り付けられる漏電遮断機に内蔵されている。 また、キュービクルや変電所にも設置されている。これらは、受電側の事故が波及事故にならないよう、電力会社との保護協調を取り設置されている。なお、電気系統の関係から変圧器ごとに、漏電の電流値は異なっているため、重要な設備がある場合は、変圧器ごとに取り付けることが望ましい。大地と電路が接触してしまった場合の事故電流を、 霊小変流器で検出し電路を解放する。つまり、霊小電流の大きさで判断する。大地と電路が接触してしまった場合の自己電流を、霊小変流器と霊小電圧検出装置の組み合わせで検出し、電路を解放する。ケーブルの高調がある場合に使用する。他の系統の送電線や同系統の需要家で、地落事故が発生した場合、 地絡系電気では誤作動を起こすことがある。これは、郊外で起こった地絡事故の地絡電流が、郊内のケーブルの静電容量を通って帰還してしまうため、地絡系電気が誤動作してしまうのである。もし仮に他の需要家等から地絡電流が流れ込むと予想される場合は、地絡方向系電気を使用する。方向性があれば、 他で起きた事故に影響されて、軽電気が動作することは滅多にない。ありがとうございます。